皆さん、こんにちは。えー、本日もね、やっていきたいと思います。今日はですね、2022年 MLB ベストヒッターランキングということで、トップ10ですね。ご紹介していきたいと思います。えー、まず、10位がム、えーキー・ベッツ、9位アーロン・ジャッジ、8位がカイル・タッカーということで、えー、まあタッカーはね、このところ良くなってきてるということでね、 ベッツ、ジャッジより、えー、上に来ております。で、トラウトが、えー、7位。この位置ですね。まあ、復帰シーズンっていうこともあって、まあ、ちょっと低めなのかなっていう、まあ、印象ですけども。まあ、7位。そして6位が、えー、アクーニャ。まあ、彼もね、えー、どうなんでしょう、彼は。復帰できるんですかね。ちょっとその辺の情報はあんまり聞いてないな。どうなんでしょうか、っていうところで。 まあ分かんないですね、今のところね。で、5位がブライス・ハーパー、えー、ナショナル・リーグ MVP ですね、昨シーズン。ということで、えー、第5位はこうな第5位まではねこうなっております。そして第4位、タティス・ジュニア、第3位が翔平第2位がゲレーロ、そして第1位がソトということで、まあ、やっぱね、すごいね、この辺のね。 あのまあアクーニャも含めての話になりますけどもまあ421ここはまだ若いですからねもうちょっと翔平よりはねでまあここのところでやっぱりこのランクに入れるっていうのはやっぱりすごいしねまあもうすでに、まあ、このトップ10の中でねもうみんなスーパースターなんですけども、まあ、この124そしてアクーニャなんかも含めるとねまあ まだまだこれから長い現、ね、役、あのー、生活っていう選手たちがもうすでにこのランキングで、ね、もうトップ10に結構いるとで、まあ、その中で、ね、もう1位が外だしねゲレーロ、タディスとでもちろん翔平は、ね、もう去年のシーズンで、ね、皆さんが分かっていると思うんだけどほ、まあ、他の選手たちは、ね、もっと若いので、ね、やっぱすごいなっていうところですよね。うん でまあ外がやっぱり今一番熱いのかなその契約面でもね FA になった時の、えー、お金が相当でかくなるんじゃないかってね500億超えんじゃないかって言われてますので、えー、一番熱いのが外なのかなっていう感じですねやっぱりでまゲエロなんかもね、まあ、去年やっぱすごかったっていうのがあってこの位置ですけどもその前なんかはやっぱり期待がでかかった分ねちょっとあれだったんですけどやっぱり うん、持ってるものはすごかったんだろうというところですね。もう立石さん、もうね、ショートだし、うん、もうなんかスーパースターの感じだよね。だからまあ、この選手たちがね、もっとこう、このね、数年で終わらないでね、この先も殿堂入りするような活躍してくれたらいいなとまあ、思いますよね、うん。ということで、えー、2022年ですね。 のベストヒッターランキングトップ10ということでご紹介しました続きまして、えー、イグイグの野望ということでね、えー、2022年イグイグの野望、えー、40セーブの目標を明かすということで、まあ、この数字はね巨大な目標ではあるけども達成は可能であるとそしてまあイグイグはね現在最高のクローザーの一人ということで えまあね40セーブ、普通にいけると思いますよね、あの状態ならね、いい状態ならば。まあ、もちろん調子が悪かったりしたらね、ちょっと難しくはなってくるんですけども、まあ、彼はそんなにランナーを出さないしね、うん、まあまあ、普通に考えれば、えー、いけるかなと。ただ、まあこれに関しては、もうチームのね、そのどの位置にいるかによっても全然変わってくると思うんですよ。だから、まあ今シーズンだってね、もうちょっと、えー、勝つ試合があればね、 えー、セーブ数も増えてたと思うし、まあ、そういう状況にならないと40セーブっていうのはちょっとね、まあ、なかなか難しい数字なのかなとは思いますので、まあ、彼が調子が良くてさらにチームがそこそこね勝つような状況にあれば40セーブっていうのはまあ難しくはないのかなっていうところですよね、うん、なので、まあ、2022年エンゼルスとしてはえ、まあ、イグイグが40セーブできるぐらいの、うん 勝利をね収められるぐらいのチームにいればおのずとまあポストシーズンとかもね見えてくるのかなと思いますのでね、うん、だからえ今シーズン40セーブ達成できたらねいいなとチームとしても、えー、いいところにいるんではないかなと思いますのでねぜひイグイグには40セーブとただねまあシーズンがね短縮したりすると、まあ、またその影響もあるかなと思いますのでね まあこれはフルシーズンの場合の話でありますのでねどうか分かりませんけどもまあなるべくね多くセーブを上げてくれたらチームがそれだけ勝っているということなんでねえいい状況なのかなと思いますえ続きましてガードナーおじさんがですね2022年もプレーするということでえ話しているとえーでまあガードナーおじさん、もう1シーズンねヤンキースにね戻りたいということらしいんですよね。 でまあ、今のところ、ね、あのー、今年プレイする準備は、ね、してあるというところ、でまあ、去年はですね、えーまあ、外野陣にけが人が多く出てたり、まあ、その影響でね、えー、ガードナーおじさんのなんだろうポジションっていうかね、まあ、そのバックアップ的なポジションだったんですけども、普通に考えたらね。ただ、それ以上に試合に出たっていうことで、まあ、ベテランとしてはまあ結構きつかったのかなっていうところ。うん ヤンキースがそのちゃんとしたバックアップの役割をガードナーに与えるのであれば、えー、もうちょっと生産的になるんじゃないかなというところですよね。で昨シーズン140ゲームに出てるのかなと、うん、いうことで、まあ、多分最初の予定よりはかなり出過ぎなんじゃないかなという感じなんだろうね。で、まあ、前半はなんかあまり調子が良くなかったんですけど後半の方が上がってきたということで、うん、だからまあその辺のね。 いろいろとまあ大変でしょうかね、ベテランなんでね。だから起用法を考えれば、もうちょっとチームにもプラスになるというところ。うん、で、まあ、ヤンキース、生え抜きベテランですからね、まあ、もう彼しかいないんじゃないの、こんだけ今いるっていうのはね。だから、うん、できればヤンキースで終わってほしいなっていう、ね、感覚はあるんですけども、えヤンキース以外だと、まあ、フィリーズかマーリンズ。 これはそのなんだろうジラルディと、まあ、ジーターが、ね、それぞれいるということのことみたいなんでね、まあ、やっぱり関わりがあった人がいるということで、まあ、可能性があるかなという話だけなんですけども、まあ、ヤンキース以外ではということですねただまあやるんであれば、ね、ヤンキースで終わってもらいたいなという感じで、まあ、ここ数年、こういうい感じですよね、えー、オフはオプション使わないで。 増えになってまた再契約みたいな感じで、えー、なってるので、まあ、その路線なのかなとは思ってるんですけども、まあ、どうなんでしょうかね、うんまあ、できればヤンキースで引退という感じでね、えー、最後を迎えてもらいたいなと個人的には思っておりますということで本日も、ね、ご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録高評価ツイッターロコメントよろしくお願いしますでは終わります